神宮寺ゆ太、SNS はお祭り状態、世界動画ニュース、出演は、テレ朝への恩返し打ち切り必死、停止調律番組、お救う、金プリチ優しい男。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 4月22日22時から放送され、バイキングのショートゲレージ46が幕を務めるバラエティ番組、楽しく学ぶ。世界動画ニュース、テレビ朝日系、ニキー、NG ・エヌ・ジー・アンプスの神宮寺ゆ太25が出演する。これを受け、前日の21日昼からツイッターでは、ハッシュタグ、神宮寺が来るぞが、大いに盛り上がりを見せている。 ある神宮寺ファンが画像まで用意し番組の放送に合わせて次のように呼びかけているのだ。神宮寺が来るぞ始めます第1弾。422土22時から世界動画ニュース世界動画ニュース神宮寺ゆうたのタグをつけて神宮寺くんを守護にいっぱいツイートし盛り上げちゃいましょうちゃいましょ。放送前は神宮寺が来るぞでみんなにお知らせしちゃおう。 四角多くのファンが、神宮寺祭り楽しみと、ノリノリで反応。これに、他の神宮寺ファンも、普段は謙虚な想像です。W、ジグタンの皆さんの時間の盛り上げ力半端ないです。なんだか楽しいことが始まってる。私も乗っかります。簡単ふ、神君に会えるから、幸せから、神宮寺が来るぞ。タグかわいい。会えるの、嬉れい。明日22時盛り上げます。 4月22日土曜日 PM22 時。簡単ふ。ジンくんのバラエティ出演を皆で盛り上げたいですね。神宮寺祭り楽しみ。神宮寺が来るぞ。とノリノリで反応している。神宮寺さんと世界動画ニュースを放送するテレ朝は深い関係にありますから、ね。そこに感謝しているファンも少なくありません。ワイドショー関係者。 四角テレビ朝日に愛される神宮寺優太グループでは日本テレビに冠番組、KNG& プリンスル。おもつ彼らだがメンバーここでは岸優太ータ27は、ザ、鉄腕、ダッシュやドラマなど、特に日テレに重用されていることが伺える。平野の仕二26は、花のチャレから花男 NEXT シーズンから、や、 黒詐長瀬恋、24も、夕暮れに、手をつなぐ、や、ラストマン、全盲の捜査官、と TBS のドラマに多数出演。高橋海人、24は富士テレビの、坂上動物王国、にレギュラー出演し、同局が制作を手掛けた映画、<laughs> D.R. 古藤診療所、ではメインキャストを務めた。 そして、神宮寺は、テレビ朝日の特番、名所から一番近い家、で6階にわたってマックを務め上げたのだ。神宮寺さんはすべての放送会で大ボケを連発。レギュラー出演者の伊藤麻子さん、52、は神宮寺くんの独特な感性を、ただ楽しめると思いますよと、番組の魅力を説明していましたが、 平野さんや岸さん以上の天然キャラであることを広く知らしめてくれたのが、名所から一番近い家、とも言えるんです。世界動画ニュースへの出演は、ベストアルバムミスター。 ご、5の告知のためでもあるのでしょうが、名所から一番近い家とのつながりもあって、5月22日のグループからの脱退を予備ジャニーズ事務所からの退場を前に出演が決まったのではないでしょうか。前でのワイドショー関係者、四角神宮寺優太が打ち切り停止聴率世界動画ニュースを救うツイッターには、土曜日は夜も神宮寺くんに会える。頑張れる。 テレ朝さんありがとうございます。テレ朝さんには感謝したい神宮寺くんを見られる機会をありがとうございます神宮寺が来るぞ。からやっぱりテレ朝さんは神くを推してくださっている。と、テレビ朝日に感謝する声も多数寄せられている。ただ世界動画ニュースの視聴率はよくありません。同時間帯。 富士テレビでは土曜プレミアムで人気映画や特番を放送 TBS は安定の安住紳一郎アナウンサー49富三谷幸喜さん61コンビのやりとりも楽しめる情報7レイズニュースキャスターですからね4月15日の世界動画ニュースのコア視聴率は0.9%ビデオリサーチ調べ関東地区 と、極めて厳しい数字で、このままでは打ち切りになるでしょうね。しかし、大人気の神宮寺さんが出れば、注目が集まって、数字も跳ね上がる可能性は高い。すでにツイッターではお祭り状態ですからね。神宮寺さんといえば、 個性の強い金プリメンバーを繋ぎ止めてきた金プリで最も優しい男としても知られていて、神宮寺がいたから金プリは成り立っていたとまで言われてきたほど、そんな優しい人ですから、脱退と退場を前に自分の面白さを引き出してくれたテレ朝に恩返しの気持ちもあって、世界動画ニュースに出演するというところもあるのではないでしょうか。前でのワイドショー関係者。 4月22日22時から開催されるであろう、神宮寺祭りの大盛り上がりに期待したい。近くなんかやらかした神宮寺ゆうた4月22日は締めコメントに、注目賞峠計0時と気まずくなったわけが明らかに。神宮寺は、世界動画ニュースのツイッターに動画で登場。 番組の感想とともに、最後のコメントで小峠と気まずくなってしまったと告白したが、どのようなやりとりがあったのだろうか